こんにちは今回は江戸時代の10ですまずは3つのポイントを見ていきましょう1つ目元役人なのに反乱を起こした王将平八郎の乱の衝撃と幕府からすると元役人が乱を起こしたということで驚いたわけですね2つ目欧米諸国がアジアへ進出 えー、イギリスやフランスという国がアジアを植民地といってね自分の支配下に置こうとして攻めてきますアヘン戦争で真が敗れる中国は非常に強い国だと思われていたけれどもイギリスに負けてしまったんですねこれは非常に日本にとっても衝撃的な出来事でした3つ目こういうものを見て贅沢してる場合じゃないと水野忠邦の天保の改革 こういうなんとかですね改革をしていくそして外国に占領されないようにどうしていくかそういうことを水野田の国が考えていった今日はこの辺りを勉強していきますそれでは一つ目のポイント大塩平八郎の乱ですまあこちらですね大塩平八郎という人物で大阪の元役人でした この人物が1837年に乱を起こすんです、えー、これはね元役人バク側の人間だったはずの人物が庶民と共に乱を起こすとこれはですねバックにとっては衝撃的だったわけですね確かにこの時代というのは都市部で打ち壊しというものが起こっていたこれはまあちょっと前に話したけれども言ってみれば強盗みたいなもんで、えー、お店にこう押し入ってですね商人のものを奪っちゃうと まあ要は貧しい人たちが増えてきたからこそ起きたことなんだよね。これがついにバックの元役人まで巻き込んだ乱になった。この乱は一日でですね失敗に終わったんだけれども、この人物はですね庶民のために立ち上がったということでずっと教科書にも名前が載っているということなんですよね。ちなみにこの同じ1837年にはモリソン豪事件といってね、まあ外国勢がまたやってきたと。 ここういういとで幕府としてはですね外からもそして内側でも混乱が起こっているとそういう非常に困った状態になっていくわけです。それでは2つ目のポイント欧米諸国がアジアへ進出まあ進出というのがいいのか侵略っていうのがいいのかねちょっと言葉難しいところはありますけれどもヨーロッパの国々がアジアへやってきます。 こちらの地図見てもらうと、イギリス、フランス、スペイン、オランダなどですねいずれアメリカもやってきますよ、日本にやってきますこ,のこれらのイギリス、フランス、スペイン、オランダの国々がアジアになぜ進出をしてきたのかこちらの三角貿易の図を見て説明していこうと思うこれはイギリスを例にとったものなんだけれども イギリスでではもうすに産業革命が起こっていたよねそうすると大量に物を作ることができるでもそれを売ららなないいと儲けられないよねで売る相手を探した時に自分が事実上支配しているような土地があったらどんどんおい買え買え買えって言って買わせることができるわけだだからこのヨーロッパの国々は植民地が欲しかったんですよ。 自分の思いのままに操れる国が欲しかったんですねイギリスにとってはインドがそうでしたインドは当時イギリスの植民地だったそうすると面織物を輸出してそれでお金銀を受け取ることができるこれで儲けが出るよねでもこれだけじゃなかったんだちょっとイギリスはずる賢くてねインドは土地が広いんだからここでアヘンという麻薬を栽培させるんです そしてその麻薬をイギリスに持ち帰ったらダメですよイギリス人が麻薬にはまっちゃったらね仕事もしなくなるしもうちょっと頭とかスカスカになっちゃうかもしれないだからこのアヘンをどうしたかというと中国真の人に売りつけるんですそうすればその真からお金を得ることができたりもしくは真の茶とか金とかそういういろんなものをイギリスに持っていくことができますよね でまあ麻薬にはまっちゃうのは真中国人だからいいやみたいなことをイギリス人は思ってたわけよ。というものがこの当時行われていたわけですよね。中国秦としては面白くありません。 だって気づいたら自分の国の人たちがなんかアヘンをね密輸入されてアヘンが勝手に中国秦に入ってきてそのアヘンを吸った人がもうねえもう頭がおかしくなっちゃったりとかもうやる気をなくして一日中ボーっとしてるとかそういう麻薬の弊害にですねもうあってしまってるわけですよ。そこでね秦の役人ですごい人がいたん,たんですよ。まあ正しい行動だよね。 だだっって自分の国の国人おかかしくなっちゃうんだからそしたら怒ったのはイギリスね「うん、いやまあそんなことやるなよ」って感じなんですけどせっかく金儲けできるはずなのに全部捨てやがってってことでイギリスがシンに攻めた、ね、えこうやって話を聞くとどっちが正しくてどっちが間違ってるのかっつうとまあシンはそんな悪いことしてる感じしないよねイギリスがなんかもうけようと思ってやったじゃないか正義ははは負負けけましたたた勝ったののイギリス負けたのはシン この戦いがアヘン戦争なんですね。ねえ。まあ、こういうふうに悪毒儲けようとした側のイギリスが勝って、そして清が負けた。これは日本にとっても衝撃的でした。なぜなら、清というのは強い国だ。あの中国はそうそう負けるはずがないと思っていたのに、負けたわけですよね。これで日本の外交政策も根本的に考え直すことになりました。 それでは3つ目のポイント贅沢している場合じゃない水野忠邦の天保の改革ですこちら水野忠邦がですねこの時代の老中でしたこれは水野忠邦からするといろいろですね危機感があったと思うんですよ大塩平八郎の乱同じ年に森村豪事件といって外国戦もやってきたそしてアヘイ戦争が起こって真が負けた次は日本が攻められるかもしれない こんな時に浮かれてる場合じゃないということでこの水野田田国が天保の改革をやっていきますこれで江戸の三大改革全部勉強しましたね一つ目が徳川吉宗の教法の改革二つ目が松平定信の関西の改革そして今回が水野田田国の天保の改革です三つ目ラストの改革ですね 店舗の改革いいろろありました例えばです、ね、農村から都市部にやってきてる仕事を求めてやってきてる人がわんせが来て治安が悪くなってるからみんな農村に帰れっていうふうに言ったりとかね贅沢を禁止したりとかねあとはね株仲間を解散したんです株仲間の解散皆さん株仲間って覚えていますか あの田沼意次が積極的に認めて経済を活性化させようとした、えー、まあ商人のグループのことだったよね。でねこういうふうに一部の人が金儲けをしているそれじゃあ駄だ格差が広がって治安も悪くなるもうこの株仲間はダメだというふうにして解散をしましまた意外とねこの株仲間の解散したのはあの松平定信だって思ってる人がいるんです。田沼おきつぐの 次の政治家だからね。でもそうじゃないんです。株仲間を解散したのはこの水野忠邦だ。これ間違えやすいから覚えておこう。そしてもう一つのポイント。これはね、外国債打ち払い例に関しての話です。えー、外国債打ち払い例というのは、1825年にですね、外国債やってきたら打ち払っちゃえっていうそういう強気の政策でした。 別名異国戦打ち払い例だったねこれこんな強気なことやってたら危ないと思いませんかだってアヘン戦争でシンがイギリスに負けてるんだよ次日本にやってきたボンボンボンって砲撃してもしイギリスが怒って日本に攻めてきたら負けますよねだってシンが負けてるんですよんな日本で、ね、もう200年ぐらい戦争してないんじゃないですか島原天草駅から200年以上経ってるわけですからねでそんな状態で 戦いなんかできるわけないだろうとどうしようとでもなと鎖国は守らなくちゃいけないしそこでこの外国船打ち払い例を緩めるという方法を取るんです緩めるってどうするか外国船が来たら帰ってもらうことには変わりないんだが薪や食料 いいですか燃料とか水とか食料を与えてお帰りいいただくととうことなんですね一応打ちは払ってる一応帰らせてるよとでも丁寧にあの食料も水もね、えー、薪もねそういう燃料とかもお渡ししますからどうぞお帰りくださいと定調にあるわけですよそうやってなんとか外国の、ね、まあ船を怒らせないようにするこういう苦肉の策でなんとかですね、えー、日本のなんていうかな対面を保ちつつ。 えー、しかし外国に責、えー、められないようなこういう工夫をしたということなんですね。ただまあただ結果としてね天保の改革はそんなにうまくいきませんでした、まあ、経済はちょっと混乱してしまってねこの、えー、悪い流れというのを変えられたわけではないただ水の野忠になりにですねできることをやったということだと思います。それでは今回学習した内容を練習していこう。 まずはこちらこの人物だね大阪へバックの元役人が起こした乱ここには人物名が入りますこの人物の名前は大子王平八郎でしたこれはねよくテストにも出てくるから確実に覚えておこう元役人というのがポイントです それでは続いての練習。こちらは19世紀のアジアの三角貿易。先ほど勉強したですね。ここに国の名前を三つ入れてもらいたいんですね。いいかな。じゃあやっていくよ。まずこちらに入る国は産業革命が起こって、そしてこの国を植民地にしていった。ここの国の名前がイギリスでしたね。この イギリスの植民地これがどこだったかかなインドねインドはイギリスの植民地になっていましたそしてインドで作った何かをこちらに売ったじゃあまずここの国からいこうかこの国の名前はシンです、ね、まあ中国でもいいですよただこの当時は「シン」ですからできれば「シン」と覚えておいてほしい さてインドで栽培して真に密,、まあ、密輸出輸出したものこっそりね輸出したもの何だったかこれがアヘンででしたよよね麻薬ですよこれを売りつけてイギリスが結果的に利益を得られるようにしたというものでした。この結果どんなことが起こったか1840年に戦争が起こります。 イギリスとのの戦争の名前、もう分かるよねこれはアヘン戦争です。このアヘンを清の役人がドボーンって捨てたことがきっかけだったんだこの戦争に勝ったのはイギリス清が敗れてしまいましたそれでは3つ目の練習最後の練習だね 1841年の当時の老中の名前とその改革の名前からいってみようまずこちらの老中の名前名前は水野忠国でしたこの水野忠邦の改革の名前今まで改革は3つあったんだね。教法の改革 完成の改革、そして最後の。天保の改革ね。いいかな。えー、これね。今まで、これで享保。の改革。そして、完成の改革。よいしょっと。そして、天保の改革。 ちなみにこの間には田沼の政治っていうのもあったね覚えてるねこの順番もね覚えてほしいんですよこれなかなか皆さん覚えてくれないので先生なりにちょっと考え覚え方っていうのを考えました今日田沼寒天食べたいいですか今日田沼寒天食べたと覚えたら順番で覚えられますではあ寒天って知ってるよね、うん、じゃあ次ね こののの改革の内容を言ってみよう、えー、1つ目何かを解散したこの田沼意次が積極的に認めたものを解散したんだこれが何だったかこれは株仲間です、ね、株仲仲間間でですすねを解散したわけですこうやって一部の商人が独占している特権があるっていうのじゃないとみんなが自由にできるようにしようというふうにしました。 たただちょっっとうまくいかなかなねそして2つ目ある法律を緩めました薪、き水食料を与えて帰っていただくさて何という決まりを緩めたのかこれは外国船内払い例まあ異国船打ち払い例でもいいですよ。ねこれを緩めたと。 いなんとかバランスをとりながらやっていこうとしたわけです。それでは今回のポイント3つをおさらいしておきましょう。1つ目元役人なのに反乱を起こした大塩平八郎の乱の衝撃1837年に大阪の元役人が起こしました。2つ目 欧米諸国がアジアへ進出、アヘン戦争でシンがイギリスに敗れてしまったね。三つ目、贅沢している場合じゃない。水の多国による憲法の改革、株仲間を解散したり、外国政府者条例を緩めるという政策でしたね。今回は江戸時代の十回目でした、えー。欧米の国々が 徐々にアジアに進出してくるというですねそういうところを勉強しましたよねそうすると日本は鎖国をしていたんだけれどももしかするとこの鎖国正解だったっていう部分もあるかもしれない外国から取り残されていたね、えー、ちょっと独自のね進化を遂げてしまうみたいなねそういう部分もありましたけれどもあえて外国との交流を制限していたがために外国から攻められにくかったという部分も あるのかもしれないまあ鎖国っていうのはですねちょっと閉鎖的だっていうイメージがあって、えー、マイナス面が多いんじゃないかみたいなそういう話もあるけれどもこうやってインドとかねアジア諸国がヨー,ロッパに侵略ヨーロッパの侵略を受けてると、まあ、そういうことを考えると鎖国もあながち悪くなかったのかもしれません。